はい、次は今この切り出した丸棒にベアリングを入れていくんですけども、まあ、いろいろ調べながら勉強してベアリングの入れ方っていうのも叩き入れたりとか、いろいろ油圧で入れたりとかいろいろあるみたいなんですが、まあ、このサイズのままだとうまく入らないんですよね。さっきちょっと叩き入れようと思ってやったんですけど、やっぱまっすぐ入れるっていうのはすごい難しくて、まあ、せっかく旋盤があるので、むしろこのベアリングはどのくらいジャストにはまってるのがベストっていうのがよくまだ分かってないので、ゆるゆるすぎても多分ベアリングの意味をなさないので、いろいろグリスを塗ったりとかバランスを取った上でちょうどいいぐらいになったらいいなと思ってます。ただこのままだと全く入らなかったので、これからこの旋盤を使って少しだけ削っていきたいと思います。もう先ほどちょっと怖かったのでちょっと練習しました。こっちが、まあ、見てもらうと少し磨かれて表面が少し一皮むけてるのが見えると思うんですけど、そうすると、まあ、ちょっとまだ引っかかるところはあるんですが、こうやってベアリングが入りますね。ちょっともしかしたら削りすぎたかもしれない。少し緩い感じがします。なので反対側も同じように、こっちよりかは削りすぎない程度にちょっとやっていこうと思います。まだね、この旋盤ちょっと怖さが残ってるので、ちょっとずつこれもやっていこうと思います。ではいきたいと思います。一応今終わって一応入るにはなったんですけど、いやこれ難しいですね。やってみて分かることなんですけど、やっぱりこう何て言うの、ちょっとブレがあったりすると、特に今の回はちょっと削りすぎてしまったんですけど、入りの部分だけこうブレてるから思ったよりも削れなくて、根元に近づけば近づくほどブレが少なくなるので、ちゃんと削れちゃう分、なかなか入り口は入らないから、もうちょっと削った方がいいのかなと思ってやってみたら、実は中はちょっと削りすぎていたということが分かりました。まあこの辺はやっぱりちょっと経験値というのがものを言うのかなと思いますね。まあでも分かったこともいっぱいあるので次に生かして頑張りたいと思います。でもちょっとこの旋盤の恐怖心は少し減ったので、それは大きい収穫かなと思います。では次行ってみましょう。はい、今なんとかクランクシャフトを合体させてみたんですけど、先ほどの丸棒を削りすぎたせいで、はめるためのパーツの穴がちょっとゆるゆるになってしまって、今間に何かかましたりして、なんとかひとまず形にしました。今こんな感じになってます。ここにベアリングが2つ入っていて、まあ、今ちょっとジャストすぎるので横のバーの動きがちょっとまだ抵抗がありますが、こんな感じですね。でもこう1回目のやつよりもやっぱり作りがしっかりしてるので、かなり動きは滑らかです。でこれをフェイゴのところと合体させて、クランクのハンドルと連動させて動くようにしていきたいと思います。ただやっぱりこう実際作ってみて分かったこととかがいろいろあるので、また多分こういうパーツとかは金属の削り出しなのでできない、自分で作れない部分もあるので、そこは外注しようと思いますが、その時の穴のサイズとか大きさとかね、そういうのとか、やっぱ実際こうやって形にして動かしてみないとわからないこともいっぱいあるので、まあ、ただこういう、まあ、失敗とはいえこういう材料にもお金がかかっているので、できるだけなんとかこの材料で工夫してみて、これはこうしたらいいんじゃないかっていうのがもっとより分かってきたら、ちょっともう一回注文してみようかと思います。引き続き頑張ります。ここすごい心臓部なのでいい感じになってると思います。いきましょう。はい、今は4つのフェイゴの改造をしています。4つのフェイゴのうちの2つのこのクランクシャフトのこのバー、これにつなげるためのアタッチメントを作っています。もうこっちに今完成形があるんですが、このフェイゴにこういうパーツを作って、ここの穴のところにさっき切り出したこの丸棒を埋め込んで、こういう感じになるんですね。でこれが、まあ、ここについて、このシャフトのこのバーとリンクして動くようにしてます。でこれも、まあ、そのうち設計を変える可能性もあるので、後から外せるように作ってます。ではこっちも作っていきましょう。そ
そしてこの丸棒なんですけど、基本的にはこうハンマーで打ち込んで入れてたんですけど、やはりこうハンマーでまっすぐ入れ込んでいくっていうのは、一応下穴こそ開いてるんですが結構難しくて、この万力に挟んで、まあ、ちゃんとまっすぐになってるかを確認しながら万力を締めていくっていう方法で入れると綺麗にスムーズにいったので、それでやってみてます。今どこまで埋め込むかの印をしました。そういう微調整もハンマーで叩くよりもしやすいですよね。外す時も逆の要領でやれば多分抜きやすいんじゃないかと思います。入りました。いい感じ、綺麗に入りましたね。こんな風になります。今作ったこのパーツをここにつけていくんですけども、これが多分正規のやり方ではないと思うんですが、この下穴の位置と位置合わせをするときに少しだけ埋め込んどいて、こう飛び出るようにしといて、この先端がこの穴に引っかかるようにすると結構位置合わせしやすかったです。で、まあ最終的には一応下書きの線は引いてあるのでそれに合わせるんですが、ざっくりとした位置合わせをするときには今みたいに途中まで入れ込んでやると良かったです。はい、今日はここまでかな。今いろいろ明日やろうと思ってたんですけど、今やっちゃおうと思ってテーブルソーを出して一気に穴開けしたりとかいろいろしてここまで作りました。まだくっつけてないんですが、まあ、集中しないとできないので明日これを完成させようと思います。これがあることによってこの2つのふいごが連動して目標になって4つが動きます。そして今日かなり頑張ったんですけども、今日の机の上がこんな悲惨な状態でございます。いつもまあこういう感じなんですが、まあこういう時にちょっと意識して気をつけてることなんですけど、まあもうこのまま帰りたいし明日もこういう感じになるだろうし、そのままの方がいいかなと思うんですけど、最近はちゃんと片付ける体力もちゃんと残した状態で1日終えるっていうのを頑張ろうと思ってます。例えばご飯食べて食器洗うのってめんどくさいじゃないですか。もう明日でいいやと思っちゃうけど、お腹いっぱい食べて幸せでそのまま寝たい気持ちもあるんだけど、ちゃんと片付けもする、元気は残しとくみたいな。でもそれで大事ですよね。なのでもう今ちょっと本当は結構クタクタなんですけど、もうちょっと作業できるかなっていう気持ちもあるんですけど、その分の体力を片付けにしようと思ってます。じゃあ今日の一日の動きはこんな感じでした。一つの動画にまとめるか分かりませんが、今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。